吉祥寺は、茨城県小菓市水会にある実習の寺院。三号を、成城山、陰号を換気委員という。本尊は、阿弥陀如来、清史上皇寺の末寺。創建について、詳細は不明だが、自伝によれば、元は、水海南部、現在の利根川近くの柳原にあり、新聞修寺院だったが、加減三年、一辺の弟子。 正サが滞在した折に自習に改修したとされる。寺があった柳原は、古学防獣神、柳田市居城の水海城に隣接し、肖像寺や実装寺、広志衆院などの寺院が密集していた。また、港湾部にもなっており、現在の戸根川下流域、すなわち当時の日立川、香取内海の交通、交易の拠点となっていた。吉祥寺も交通、 公益に携わる人々に支えられ、創建されたと推定される。天正18年、小田原合戦に伴い、豊臣秀吉の軍勢によって、柳原一帯も焼き払われ、吉祥寺の道具も消防。後の慶長2年、内水海の現在地にて再建される。天正19年11月の領地安土により、五国の治療があった。文政4年、 道雨は再び消失したが、道六年に再建される。明治三年、段下は八十件あった。昭和三十九年、道雨の大集築を行い現在に至る。吉祥寺は、葛飾万道観音霊場の第十二番札所。工房大施策と伝えられる三面六尾の観音が祀られている。なお境内には、賠課観音と戦場観音が合わせて祀られている。 ご栄華は、金の根は、松の嵐も笹さ,さろうや、水飼いの名に、響きこそすれ、葛飾万道観音令場では、各寺院にご栄華があり、参拝時にご栄華を唱えることは、教問読書と同じ苦読があるとされる。ABCDE、総和朝主民族編四百五十七ページ。ABC、総和朝主通書編、金星八十五ページ。総和朝主通書編原子、古代。 中世493から497ページ、鈴木印刷所制作、印刷、製本、葛飾坂道札所巡り公認ガイドブック葛飾坂、坂道観音語会長平成26年、54ページ、鈴木印刷所制作、印刷、製本、葛飾坂道札所巡り公認ガイドブック葛飾坂、坂道観音語会長平成26年、11ページ、駅西口前、 花もも館にて、小橋公式サイト観光、歴史小菓子の観光パンフレットより、ありがとうございます。